はい、円 x2 乗足す y2 乗足す 2x 足す 4y 引く4イコール0と直線 7x 引く y 足す2イコール0の2つの交点を通ってさらに点マイナス1の2を通るような円の方程式を求めてください。でまあこういうことを言われたらまずの与えられた円と直線が本当に2交点を持つかということを図を書いてたまあ、図的に確認した上で、その2交点と第3の点与えられた点マイナス1の2を通るように円の方程式を決めていくわけですが、まあ交点は求めない方がうまい。まあ求めても原理的にはできますけど、多分、まあ、もっと少ない計算量でことを済ますことができるということで、でとりあえず図を書きましょう。x2 乗足す y2 乗足す 2x 足す 4y 引く4イコール0を丸1として、と 7x 引く y 足す2イコール0を丸2としますと、と式変形、とまず円は標準形に直すで平方完成しまして、引くお釣りを上引いておきますと、足す2の2乗引く、4引く4イコール0ですから、と x 足す1の2乗足すことの y 足す2の2乗イコール9ですから、これは中心がマイナス1のマイナス2であって、半径が3の円ですね。でまた丸2は、y イコール x 足す b の形にしておきますと、まあこれ簡単で y イコール 7x 足す2と。でよって図が書けます。でどういう状況になってるかというと、ああもうちょっと低いのか、中心がマイナス1のマイナス2、原点を、であって半径が3ですから、マイナス1の1とそれからマイナス1のマイナス5を通る、とここ中心で、まあ、公式点全部追いかける必要はないですけど、露骨に整数になるような点が、半径が整数で中心も整数だったら、あとは2のマイナス2と、まあ、こういう点いくつか通るのは容易に分かることなので、このぐらいは確認しといた方が、まあ、いい図は書けるかなということで、でマイナス4のマイナス2を通る。で、あと X 軸 Y 軸との交点はまあちょっと割愛しまして、なんかもうすでに図が歪んでて横長いような気がしますけど、だいたいこんな感じ。原点通るのかな、原点は通らないですね。もっと上に行くかな、図形的にはもっと上に行きそうで、こんな感じで、元の方程式は x2 乗足す y2 乗足す 2x 足す 4y 引く4イコール0、この円の方程式で、もう一本が y イコール 7x 足す2なので、0、2を通りますが 7x だから、x マイナス1の時 y がマイナス5か、あだから1点が有利点ですけど、交点のうちの一つはもうこれで分かってしまいましたが、まあそれをあんまり露骨にはなるべく使わない方針を以下で紹介していきたいと思いますが、こんな感じ、7x 引く y 足す2イコール0、あこれ y 軸というようになってます。で今分かっちゃいましたけど、交点が1個あってもう1個あるわけです。でこの2交点と点マイナス1の2を通るですから、ここですよね。マイナス1の2と、でこの点とこの点とこの点を通るような円の方程式というのは、これはだいぶ大きいことになっていて、
どうしようかな。ちょっとたまには図形的に、作図的にこの3点を通る円の、まあ外接円ですけど、あの3点がなす三角形の外接円を作図する方法はというと、2点の垂直二等分線を2本引いて、その交点ですよね。垂直二等分線、でもう1本は、大体こんな感じかな。そうすると中心ここら辺に来るから、だいぶ大きな円ですよね。こことここの長さが等しくて、中心ここら辺で、そうするとこれ通るように円描くと、なんか随分大きいですけど、こんな感じ。あ、これはちょっと歪みすぎたな。なんかこんな風に円になってる。あんまりこっち全部フルに円描いてしまうと、後で計算用紙スペースが困るので、ちょっとこのぐらいで円の一部で我慢しておきますけど、これが求める円だということですね。で、以下この方程式を求めていきますが、そこでは交点の現物は使わないで、うまい方法を使っていくと、一般にと方程式 x 二乗足す y 二乗足す 2x 足す 4y 引く4が丸1の左辺、足すことの k 倍の、 k は実数の定数ですけど、丸に 7x 引く y 足す2イコール0は、k の値によらず、丸1と丸2の交点を通るから、交点、まあ一般には共有点とした方がいいかもしれませんが、すなわち K の値によらず、丸1と丸2の交点を通る図形全体を表すわけですよね。これが円になってるかどうかは別ですよ。なんか図形で、実は K の値を動かすといろんな状況が生じます。2点だけを通ればいいんだったら、本当にそうなるっていうことは後で確認しますけど、まあ実は式の形からなることは分かってるんですけど、K どう頑張っても X と Y についてはこっちから1次しか出てこないから、X の2次がいて、クロスターム XY の項がいなくて、あとは X の1次の項がいて、0次の定数項がいるだけですから、これはまあ、知ってる円の方程式になってるはずなんですが、で、それを一応踏まえた上でどんな円があり得るかっていうと、ここに2項点通ってりゃいいんだから、こんな円もあり得るわけですよね。もちろん青い円もあっていいわけですけど、それから2点通ってるってことは、実はこの直線もあり得るわけです。それをどうやって表すかは別ですよ。実際にそれに対応する K があるかどうかっていうと、まあ、一般にはあるわけです。 K の範囲が実数全体だったら、この円がいくらでも大きいとこからだんだん小さくなってって、一番小さいところでこの2点が直径になるような円になっていて、違うか。2点が直径になるような円には、なれるな。で、K が0の時な、K が0の時とは限らないか。2点が直径になる円にはなれるけど、その代わり、そうか、2次の項が消せないから、この2点を結ぶ直線になることはどうやらなさそうですね。まあそんなものもうちょっと注意深く見てる初めから分かったんでしょうけど、ということでこの直線になれる見込みはなくて、ひたすら円ですね。でこっち行くともっとだんだん半径大きくなっていきますけど、でこの K で置いた式アスタリスクとしておきましょうか。式やアスタリスクの表す図形はですけど、